夕べ君が来た時はひどい風だったけど、今朝は冷たくて気持ちのいい風だ。遠くの山が白々と空に持ち上げられたネオンの上に見えている。ピンクに山肌を光らせて。そうさ、飛行場の方からお日様が昇るんだ。朝ごはんはいいから来てごらん。どうして朝ってラッパの音みたいにやってくるんだろう。うん、とっても気に入ってる。君に買ってきてもらってよかった。ちょっと深くて便利だよね、このお皿。そこに古い水車小屋が書いてある。目の中にガラスの粉が入ったことがあるんだ。駅で電車を待っててね、メスで少しずつ切って抜き取るんだ。痛くはなかったけど、目を閉じるわけにいかないだろう。メスの先とにらめっこさ。3日ぐらいは通ったかな。その名医者さんの玄関開けると一人でにブザーが鳴るんだ。四角い窓から看護婦さんが覗いてね。その名医者さんの待合室に小さな絵がかかってた。眼帯が取れて視力の検査をして、帰りにその絵をよく見ると古い外国の水車小屋が描いてあった。このお皿の水車小屋によく似てるんだ。スープができたの？じゃあこの水車小屋とは少しの間お別れだね。